ドボンだ。ゆいのもう一つの携帯の充電がされるまで入り続けるね。もうこのいっぱいこういっぱいできるよっていう時にやります。あ、私やん。今日暑かった。だって暑かった暑かった暑かったよ。一個回復したらって。じゃちょっと待ってね。このどんでこう入れるようにあれするから。あ、今日は天気が良かったので洗車しました。いいですね。これめっちゃうるさい。このゆいの番だよっていうこのこれすごいうるさかったらゆい持ってやる携帯。うわっかわいしょ。バーストだ。オンライン握手会申し込んだよ。だって嬉しい。ありがとう。何か加工してますか。だって加工できんのショールームって。できるもんならしたいんですけど。したいんですけど。ホームのコメント変えよっかな。何にする？こんばんは。活動。ひらがな。行動。こんばんは。ドボン。来てね。流行語。流行語って、なんか、あれね、あまりなんか流行語ないんだよね。やばたにえにしよ。はい。よし。全然、理由の携帯、充電されません。なんかさ、違うなってコメントはあのなんていうの、なんかもう単語でしか来れないのよ。単語を組み合わせでしかコメントできなくて、からなんかなんて言うんだろう、おはようとか挨拶の欄、なんかなんとかの欄みたいなのがあって、そこから選ぶ感じなんだよね。そうなの。全然ごめんね。ゆいの携帯ちゃんが復活できません。もうちょっとだと思うんですけど。あ、そう、選択組み合わせていくパターンから、
んじゃない？何秒とかで決めてさ、こうやってみるとかないよね。やってみよう。びっくりした、ごめん。みんなの方がびっくりするよね。はい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 。あ、優勢になったよ今。で1になるから待っててね。揚げぽよ、揚げぽよあるよ。前髪伸びたな。え、わし、わしじゃないよね。大丈夫？うん。うん。うん。あ、うん。携帯が生き返ったので。次やるときは何秒で入ってみよう。何連勝が最高って全然ね、ゆい。ちなみに全然3回とか4回とかそんなもん。あすごいよ。今で最初の手札がさ起きがったときはちょっと当分諦めようと思っちゃう。よし。よし。ちょっと待って。頑張って。もう前の携帯なのであれなんですよね。調子が悪い。今は21時26分。あと5秒ぐらいで27分になりました。28分ジャストにしよう。 OK。 28分ジャストね。ゼロで言うドンで押すからラグがあるのだって。そうそうそう、だからショールームでやったらラグ28分ジャストで押すから。でもさ見てる人一気にわかんない。でもやってみないとわかんないよね。あと30秒。オッケー。誘導はラグあるから自分の28分ジャストで押すんだよ。緊張する。そう、28分00。はあ、頑張ります。ドキドキ。そして、はいはい、いきます。さあ、お、すごい、わかんない、こう見れる方かわかんないけどいるよ、横山優推しの人。見れる人かな。どうなんだろう、こたま、え、すごい。え、どうなんだろう。あ、すごい、あ、すごいすごいすごい、できた。嬉しい、すごい。あ、やっぱでもできるんだ。なるほどね。じゃあ配信してるときはこれでやった方が確率は上がるだね。ゆいのファンに会えるって。ゆい全然、マジ全然会えない。片手ぐらいしか会えてない。結構やってるけど。
すごい。わあ。そうだったんだ。なるほどね。今ちょっと頑張ってるからちょっと待って。ちょっと待ってね。久しぶりですね。びっくりした。全然ちょっとまた終わんないけど。深めよしって書いてなくても反応してほしいね。反応してるよ、ゆまいとちゃんと。いや、どうだろう。してない。なんか、こう、夜中とかで、ちょっと半分寝ながらやってると、忘れちゃうけど、基本、まずい。あれだけだな。まずいよ。ゆいの手持ちの札が飲食だよ。ちょっと待ってね、みんな。どうしよう。まずい。名前もあるのに持ってるだけ一色なの。まずいぞ。ちょっとまだみんな待機しててね。いいよ。こんなってぐらいずっと同じ色しか来ない。まずいぞ。怖い。もうみんなの手持ちすぐないだけに、なんか大きい数出すの怖い。え、もうすごいすごい。やばい、やめてよ。ひどい。ゆい負けちゃった。負けました。ありがとう。なるほど。あ、大変ありがとうございました。だってありがとうございました。長かった。そう、ちょっと長めだったね、公開の。よし、終わりました。なんか化粧濃くないですか。化粧自体はいつもより薄いんですけど、今日はカラコンが入ってるのでメイク薄めにしましたが、顔は濃く見えるかもしれません。よし、今何分だ。34分。長くない？すごい。なんだかんだ
5分ぐらいもしかしたらやってたのかもね。34分、ゆい、あれだよ、次35分ドンね。35分00、ベッドする人はこうやってもらって OK。 35分00だよ。 OK。 ドキ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 、自分の方の携帯信じてやるんだよ。 OK。固まっちゃった。あ、固まっちゃった。あ、いない。いないよ。いなかった。何これだけ。みんな集中したから、こう組み合わせる人頑張って。ゆいだってエントリー始まったの。ポンってちゃんとその時に押したけど5秒後ぐらいだったもん。でもこれ終わったらもう一回やろうね。すごい、ゆい推しの人と漁ったよ。だってゆこちゃん推しいなかった。だって会えないね。これ終わったらもう一回やろうね。悔しい。というはこれをちょっと頑張ります。まあもう大きい数字いらへんいらへん、大きい数字いい、いい、いいね、いいよ。さあ、なくて戻ってきました。ゆくちゃんをしたったったらで、ずるいよー、みんなして、いいね。さあ、その色じゃない。ちょっと待ってね、今まだもうちょっと結構時間かかってたの、これも。お、レイチェモンタワーだった。だっていいですね。イエーイ、終わりました。上がり、よし。同じくまだ終わってない。だって OK。 じゃあみんな終わったかなって頃にやろう。大体3分ぐらいかかるんだね。勝った。こう他のメンバーとかももしかしたら何分00とかにやってんのかな。そんなことないかな。38分だから、次回40にしよう。40分00。太陽だって絶対どっかでどっかで会うよ、絶対。こうやってたらね、
わあ、2位との差がすごすぎる。あと30秒くらい。30秒ぐらいしたらやるよみんな。ちょっと待って、やばい。はい。ですか ?40 分の00ね。OK?OK?、OK? OK? すごいよね。さあ、いらっしゃい、そうだ。いるんじゃない？いるんじゃない？お、え、どうよ。え、いるんじゃない？どう？いる。ゆいのことをこう多分会ったことあるメンバーのこう称号とかの名前になってるけど。ゆいのカードにしてくれてる人がいる。うわうわとかってて、ゆいどう？もしかしたらそうかもしれない。お、当たった。でもすごいやったー。うわ、嬉しいね。対戦できなかった、やばい。めっちゃ強い、ユイマカード。よし、やばい、ユイ上がっちゃう。上がり、上がりでーす。やばい、嬉しい。うわー、うわー、嬉しいね。やった。そうだね、数を。でもみんな終わった？ゆうすごい早かったけど今回。終わってますかみんな。終わったっぽい。終わったってことに。オッケー。また42なので43になるので44:00、44分の00でやってみましょう。そっか、ハートがありません。44の00。自分の携帯見てね。ゆいの配信じゃなくて自分の携帯と相談して飛んで押すんだよ。いい？そうそうだからね。どうかな。痛い。
いないなぁ、いないなぁ。うん、誰一人としていない誰もいない。あっおこスタンプ送っちゃった。スタンプ送っちゃおう。怒ってないからね。ちょっと怒ったって思われたらどうしよう。こんなに言うが。送って。まっ。この人は勝手に理由が何ないか英雄死の人とはマッチできるんだってそうなんだ。終わりました。優は今、まあ終わった、負けちゃいました。会えないね。まあでも仕方ないよね。こうやってくださってる人が多いという嬉しいと思う。4700でもう一回やってみます。あと3回やってやれなかったら残念だなって思ういいいい47-00だよ。自分の携帯信じるんだよ。わかった。ゆいの配信見るとタイムラグがあるからね。あと10秒くらい、あと5秒くらい、いくよみんな。うんうんめっちゃブスで死んだうんうんうん、一人もいなそうだな、はあ、時間揃えても。でもありがとうみんな。わっ当たらないね、うん、仕方ない。でも嬉しいことだと思う。ゆいがこう00だと思って本当は00じゃないっていうパターンなのかな。まずい。何？同じサイトの時計見てるのか言えば、ね、どういうこと？ゆいだから、ん？どういうこと？電波時計じゃないと合わないでしょ。ゆいだから携帯の時計見てんのよ。きっと携帯の時計って正しいよね。そんなことないのかな。あの最初からこうついでくる携帯の時計見て、で3台で今やってるんですけど、うん、ゆいの iPhone が違う説？スマホなら正確だよね。盛り時間だ。あんまりも一緒です。信じたいけど、なんかここまで会えないとちょっと心配になってくる。まあでも先会えたからな。スマホなら合ってるね。そう、ゆうき、あ、iPhone ちょっと信じきって iPhone の時計で見てた。信じたい。多分大丈夫だと思うんだけど。まずい。おかしい。まあね、確かにね、こう、
一緒のポンって押してくださってる人が多いって思う。5秒ぐらいずらしてみては。どういうこと？こうすごい、それもあれだけど00でやると他の人も00で押してるかもしれないってこと？だからじゃあ38秒にしようとかそういうこと？音のズレで、それは違うじゃん。それも Wi-Fi とかじゃん。iPad とかのさ、やつじゃん。音ズレは。え、何？もう時計のアプリ取ったらいいの？どういうこと？時間ってやったら細かいの出るよってこと？いいの？こっちの携帯。だいぶもう危ないんだよね。確かにね、時間帯的に人多いよね、絶対ね。朝とかも人少ない気する。だってもう朝5時とかにやる？電波時計じゃないと。え、電波時計って何？ iPhone の時計もあれなのかな、こうあれなの、電波じゃないのか。休日にしてね。だってじゃ明日休日じゃん、みんな。今日？明日？待って、やろう。でもやっぱり00で、52分の00でもう一回やるから、みんな分かった？もうあと、ごめん、もうちょっとしか時間ない。ごめん、みんな急いで準備して。52分の00 OK？ 一回この iPhone 信じてるから。でも会えた人いるからね、これやっぱ確率だよね。何百分の何とか、何千分の何だから、きっとそうだと信じるわ。ゆい、はい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 、頑張って、うん、会えないわ。そっか、仕方ない。でももう確率って思う。高校生だったっけ？だってもう二十歳なんですけど、今年カウントダウンしてよ。だって、え、だからさ、カウントダウンしてもこれラグがあるじゃないですか、みんなの元に届く。え、それがあんまり時間ってこと？でもラグがあるじゃないですか。だからそれぞれのこう時計とか、今もう一個携帯使ってやってるけど、それ見てやった方が時間は正確かなと思って。もう全然言うにも合わせてくれないこの人。まずい、まずいぞ。ラグを確認するためだって。でもさ、あれはあれじゃない、こう例えば配信してなかったとしても、こう何分にやりますって言って、いう違う携帯使ってやってるから、そういうことじゃないの？え？やばい、お若だからあんまり喋らないでおく。ガラれてしまった。ありがとうございました。0秒になったら教えて。だってだから言うの0秒って思っても、このショールームしてるとショールームの時差でみんなに届くじゃないですか、言うが0秒って思っても。一回時間合わせた、ん？その時差を測る。だって、だって言うはあれだよ、本当の時間見てやってんだよ、みんな。わかる？
それいいじゃん。そのさ、時間のサイトっていうのあるんだって。それ見てやろうよ。やだ可愛い、嬉しい、当たらなくてもゆいちゃんと同じ時間に同じゲームしてるってだけで嬉しい。だって時計の秒数表示にして、え、何？どういうこと？時計の画面見せると細かいです。時計の画面、やばい、その何、ちょっと待って、何それ、かっこいいやつ JST だって。何これ、何これ、日本標準時、え、ゆいだってきっとこれだよ。今 iPhone だったらきっと違うのかな。ごめん、みんな。ゆいの iPhone。ゆいの iPhone、ごめんみんな。ゆいの iPhone、標準時となさ 1.3 秒遅れてるって喋られた。ごめん。1.3 秒。ゆい、ちょっとあまりにもこっちバキバキすぎて、ちょっとみんなに見せるの恥ずかしいんだけど。1.3 秒遅れてるって、こんなことも教えてくれるんだ。本当はこんな、これもう前のあれだからね。だってらしい。え、そうだからバキバキなの。だからこれ画面割れたからさ、もう使ってないんだけど。今ちゃんと違うの作ってるから。なるほど、ありがとう。なるほどね、そりゃ会えないんだ、ごめんね。みんな でもそっか、 1.3 秒の差って違うくなるよね。そんな何千人で一緒にやりますってなったら、ごめんね。じゃあ今この日本標準 JST のやつでやるね。だから違うって iPhone。 確かにみんなで同じ時計のサイト見たら遅れても同じだから、確かにね。じゃあ22秒とかにしよう。だって0秒じゃない。じゃあそうしよう。違う違う、ゆいがもうこのガチのやつ見るから、ちゃんとこの JST でやって。じゃああと30秒後、58分22秒にしよう。58分22秒にするからね。22、あと10秒。もう絶対違うくないはず、これは。22秒。これはゆいのせいじゃないってことにして、お願い。もうちゃんとゆい、これ見てやったから、ゆいのカードにしてくれてる人いない。ほら、でもゆい惜しいないってやっぱり喋ってるから、いっぱいだってことにしよう。でもだからゆいはちょっとこう何分でやろうっていうのは、あ、ゆいだったやばい、ごめん、みんなごめん。横ちゃんのせいにしないよ。だって、あ、よかった、ありがとう。わっ、バースト食らうよ、やめてよ。それでもいなかった。
すごい、めっちゃ早い出すの。自分が 1.3 秒遅れてたんだ。 iPhone なのに。ちょっと待ってね。あ、終わっちゃった。負けたようだって。お友達と会った。やっぱ 0.1 秒遅れてただって。きっとこの新しい方の iPhone だときっとそんなことないんだけど、これもう何年も前の iPhone だからきっともう老化であれなんだな。なるほど。2時22分にやろうよだって。いいけどみんなあれ大丈夫、会えなくても感謝すだって。ありがとう。そうでも言うもみんなと一緒に当たれたら嬉しいから。あと10分でハート回復できるだって。ニョコちゃんに会えるかな、ゲームだって。もうゲーム変わってくるけど、こういう遊び方したらもうユイに会えるかな、ゲームになっちゃうよね。対戦ありがとうございました。あ、ありがとうございました。よかった。あ、み、あ、そうか。でも、ユイ、あ、ユイのこと、わかんない。あなたはもしかしたらユイのことを推しメンのあれに設定してくれたかもしれないけど。電波時計買ってくればいいね。もういいよ、今度からこうちゃんと調べてやるわ。ごめん、ユイのこの古い iPhone で時間なんてもう見ないことにする。ごめんみんな。ずっと設定しちゃいますので、ぜひ設定してください。ユイに会えたら対戦は負けてもいいだって。時間何時だって。終了だって。どうしようかな。とりあえずなんかあれは終わったから、うーん、これってなんか音ずれしてるだって。なんか作業喋られるね。音ずれしてるんだね。確かに朝の5時にやればかなり当たるようだって。じゃあとかって言って、勇気はめっちゃ眠くなったらどうしよう。やってみる？朝に店にドボンされただって。深夜にやってるのだって。結構やったりしてる。でも半分寝ながら。朝やりますから。どうする？いいよ、ゆいは。で、こうやってこうやってな。え、だからもし仕事とかの人はちゃんと寝なんせ、ちゃんと寝てね。やってみるか。やってみたらいいよね。夜中はタイムラグないかな。だって、いや多分タイムラグはあるけど、明日でも日曜日だし、そばも12時以降もやっていいんだって。いやわかんない、本当は多分あんまり良くないのかもしれない。朝だったらハート調整できる。ぶっちゃけ眠いですかだって。今は眠くないけど、わかんない、朝5時まで夕方ちゃんと起きてられるかっていうドキドキあるけど。アイコン連打してくれたら。何、アイコン連打してくれたら。アイコン連打なんて握るの？アイコン連打、ショールーム起動してやろうって。そういうことになるもんね。だってね、絶対ゆうはこうやりますよって言って9時とかいつもやってるけど、正味こうやった方が楽しいもんね。だって
なんで、なんで寝たら起きれないんだもん。お家のお布団だと、お家のベッドだと。ね、でも時間忘れるとドキドキするもんね。ゆうかこ、明日ちゃんと起きてメイクして、多分じゃあ明日、怖い怖い。よし、でもまあやってみたらいいよね。5時に、喋っちゃうよ、ゆい。戻るなら今だ。戻るなら今だ。言うのか。全部思い出せ。ごめん、大きい音出しちゃった。喋ってしまったら本当にやらなくてはダメになる。今なら間に合う。どうしよう。だって起きれたらいいんじゃないって言ってさ、休みの日にさ、あれがさ、こう推しメンがさ、よし明日5時にやるよーみたいなさ、喋ってさ、起きなかったらさ、なんやねんってなるじゃん。絶対こっちだって休みなんですけどみたいなさ。日本の5時はこっちの23時だ。あ、じゃああれだね、こう夜にやってるっていう感覚なんだ。そうだよね。トルコ本当にね、トルコの時差なのか分かんないけど、あなたに言ったことが本当だと思って話したら、日本では朝の5時だけど、違う国だと夜の11時って考えたら起きれるよね。やってみるか、別にね。こっちは4時だけどさ、家よりきついかも。何だって、何言ってるの。だって日本だから朝5時って考えたらやばいってなるけど、別に違う国で考えたら夜それこそ11時とかかもしれないし、夜の10時とかかもしれないもんね。メイクなしでも良いよ。だって帽子かぶってマスクしていいの。めっちゃ良い。ちなみにめっちゃ朝ブスなんですよ。ゆいめっちゃむくみやすくて朝めっちゃブスだから、起きれたら755入れてる。いや、もちろんもちろん。そんなことないよ、じゃないんだよ。まあやってみたらいいか。起きれたらドボンノコの情報更新ですね。だって OK、 朝5時にショールームするから、ショールームして時間決めるよ、ゆうじゃ。これのこっちのやつで時計見で何分にやりますって喋って、
そういう方式でやるからね。オッケー。配信って5時からできるけ？できないの？前は5時からできなかったっけ？配信は5時からできますね。オッケー。じゃあそうしよう。で1時間ぐらいやってこうできるかできないか検証して、もう一回日曜日だからみんな寝てください。腰からやってる声いるね。だってだって5時から6時とかになったら6時とかでも配信してる人って健康いそうじゃないですか。はい、行っちゃったよね。はい、夜5時に配信するから。うん、行っちゃったよし。ねえ、ずるいよね。誕生日の子、ゆうも誕生日来ないかな。誕生日信じるよ。だって信じる。起きて、ゆうも今からちょっと目覚ましかけるわ。朝の4時から目覚ましかけるね。あ、怖っ。怖っ。4時15分4時と4時15分にかけました。そこから起きてメイクして着替えて、お、私今日誕生日なのって。あ、どういうこと？よし、頑張るぞ。だからちょっとちょっともう一回やってみよう。待って待って待って、このもう一回こっちのこっちの方の携帯で、リング使ってる方の携帯で、そのな、 J なんだっけ、 JST 時間、あれ違う、こんな名前じゃなかったっけ、 JST見る見るね。人を襲うなんて。待って。え、嘘でしょ。遅れてないじゃん。めっちゃめっちゃ怒ってん。あ、なるほど。あ、おもりも実際あるんだ。なるほどな。ああ、だから、なるほどね。それで1秒ずれてんだ。こっちの携帯も 1.2 秒くれてて、えって怖くなって、このなんだっけ、兵庫のあれやろ、そりゃ。だってあれな、こう関西の方にあるもんね。青森までで1秒ぐらい実際あるんだ。なるほどね。iPhone の時計まで違うんだって。この青森の時計になってるゆいの携帯も 2.7 秒ずれてるんだって。
なるほどね。へえー、すごい。iPhone ってなんだっけ、何時計、電波時計じゃないんだ。なるほどね。地域の時計になってるんだ。いやいや、日本はなんて言うんだっけ、やばい。一回合わせて証、そう、証だよね。そう、文字間違って喋ったらいい、もっとバカにされると思って。え？え、待って待って待って、どれが正解だな。だってでもさ、地域法順次っていうのもあって、それと一緒だもん、ゆいが。だからこれ青森の時間だってこと？日本全国同じですねって。もうダメだ。え、じゃあこのさ、地域標準時って何？日本標準時と地域標準時っていうのもある、このサイトには。で、地域標準時が家の携帯と一緒なの。だからこれ家のあんまり県の時差だって思ってるんだけど、そんなことないのかな。あ、待って、ちょっと待って。え、な、ん、これとこれ一緒だもんね。あ、もうダメだ。はあ、わかんなくなっちゃった。わかんなくなっちゃった。まあ、正しい時計見よう。正しい時計見よう。ゆいのコンピューターの時間も違うって言われたから、ゆいこのサイト見てるね。今も混んでるのかな。あれでもね、なんかなんだっけ、なんかなんとかタイムじゃなかったっけ今。うん、ボーナスタイムだ。混んでるかな。はい、とりあえずもちろん JST の時間でやりたいと思います。ダメだ。はい、何分にしますか。まあ19分の15秒。19分の15。いい？19分の15だよ。00じゃないです今回は。刻んでいく。刻んでいきたいと思います。なぜ15だと、もう00だとなんか全然関係ないと思うけど、そう、なんか人いっぱいいるかなと思って、19分の15ね。 OK、 みんな
リョコちゃんの時めきって称号持ってるから絶対2回目以上なんだ。え、すごい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 、すごいすごい、どうも、すごい2人いる。あ、家に容赦ないな。え、すごいね。お、お代理に会えただっていいですね。ヒラーでて入れなかったよだってね。なんかたまにちょっと思い出がある。え、すごいよね。あんまり時間じゃないっていう今見てるの。違う。すごいすごい、すごいすごいすごい。もう一人は黒の推しかな、かわいい。すごいすごいすごいじゃんこれ。お、早っ。早終わるの早っ。見てくれてる人かな、見てた人かな。まあ似てると思うよ。だって言ってたら嬉しいね。あー、いや、明日の5時、朝5時の顔なんて絶対ブスなんですけど。いや、今週2人に会えたらってすごい。ちょっと待って、 OK、 もう一回やるけど、もうちょっと待ってね。あの、結構ね、あっ、大シャリだ、すごい。すごい、いいじゃん、会えるじゃん。やっぱ刻んで。よこちゃん死に負けだから本物です。なんで、推しは推しで光り合う。スタンドやんけ。ジョージ面白かったな。終わっちゃった。終わっちゃった。ジョージョイアニメ終わっちゃった。面白かった。あ、大勢ありがとうございました。で、あ、じゃあ見てた人なんだ。嬉しい。ありがとう。ぜひ、ゆこちゃん、おいしいしたら、って、本当に、めっちゃいい。ユノソの、そこに、ぜひ、顔出したい。よし、めっちゃいいですね。ありがとうございました。だって、あはは、ひこちゃんシンドコンされたって、おかしい、会えないな。よし、じゃあもう帰ろ、刻ん、もうちょっと、よし、今は23分15秒ぐらいなので、24分の何秒がいいですか、みんな。何秒がいいですかって言って結局決める理由なんだけど、24分の33秒。24分33秒。オッケー、みんな24分の33秒。これちゃんとした時間でやるから、ゆいの携帯になってもう見ない。24分の33秒ね。ドキ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 。うんうん、よし、みんな早々準備してね。33秒ね。 OK。
ないいるんじゃないですか、ゆいのことをしてくれてる人が。どうですか。ゆいは会えた、会えたよ、ゆいは。でもあ、わしからだ、やばいやばい、あ、あ嬉しい、初めて会う人だ、この方はきっと。いないだって、ごめん、会おう、じゃあ会えたなんて。すごーい。あっ、ドボン、ドボンされない。喜んだらドボンされた。え、いいじゃん、もう終わっちゃった、めっちゃ早かった。横ちゃんにはいないけど全員横ちゃん推しだったので、すごい会えんの、きっと混んでるって思う。みんなハート大丈夫ですか。いや、めっちゃ秒で終わった。こんなに早いのも久しぶりなぐらい、めちゃ秒で終わった。負けちゃった。ドボンされた。だってみんな戻ってきたかな。ハートまだまだあるぜ、でいいですね。よし、じゃあやりますよ。今は27分になるので28分の、どうしようかな、28分の20、やばい、そんなめんどくさいのにしたらやばい、28分の28秒にするね。28分の28秒。あ、いいね、ニヤニヤ。ニヤニヤ。ニヤ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 。30秒ぐらい。ドキドキ。ドキ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 。カチサ。ドキドキ。そろそろ28、ニヤニヤ。お、いるんじゃないですか。どう、あ、いるよ、ゆいの、ゆいのカードの人がいるよ、うれしい、いる。みんな、え、でもいる、うれしい。ゆいをしないで、ゆいのをしてる人といっぱい会えてるのかな。え、でもゆいも会えてるからきっと会えてるって思ってるんだけど。感激、めっちゃ感激、嬉しい。うん、飛ぶ飛ぶ。
めっちゃ弱ない？また夜も仕事終わっちゃった、もう負けちゃった。ドボンされました。お洋服おしゃれだね、ありがとう。わーすごい、違うメンバーと当たったって、すごいやん。あ、こんなにこう会おうってやってみんなでやってんのに会えないのに他のメンバーと会えるのすごいね。写真撮ったのでインスタに載ります。あいしょ、いてて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 。そうね、このゲームね、なかなかガチガチでゲーム運命だな。だって待って待って、他のメンバーもいっぱいしてるみたいだね。だってそうだよね、普通に面白いもんね。またドキドキが高まる。あいしょ、1時間ぐらいやったのかな、ちょうど1時間ぐらいやってるんじゃない。ゆい何位になったかな、すごい。ゆいも誕生日来ないかな。1日に3人やった日もある。だって、あーすごい、1時間中7やってるよね、1時間やってる。4人中3人がよこっちゃんおっしゃった。嬉しい。あと私そうなんだよね。ちょっとまだ道のり長いな。誕生日来たことにしよう。だって誕生日来たことにしたい。45分45秒だって。あ、いいよ、じゃあ45分45秒まで一旦休憩ね。今ちょっと疲れてきたから。明日の朝5時に待ってるよ。だって OK、 頑張るわ。ハート補充するだって。はい、おすすめのカラコン教えてほしい。ゆうま全然カラコンわかんなくて、今日はあの渡辺直美さんのカラコン、あっごめんな、マイルに送るとかって思って、で今日自撮りしたのにメール送れなくなっちゃった。明日送るね、じゃ心配。めっちゃ漏れたの、なんかさ、こうやって配信で見るとあんまり可愛くないんだけど、自撮りすると、まあ、上手に加工してくれるのもあってね、加工してるとめっちゃ可愛い。どうだろう、でも好き嫌いあるかもしんないけど、太陽光強って感じ。めっちゃ顔変わる、でもカラコンするとしないのじゃ。iPhone と iPad なのですが、ショールーム見てドボンして JST 時間何で見たらいいかなって、めっちゃそれ家も、もう一個この携帯なかったらもう絶対無理だった。そう、焼きそばパンっていう名前のゆい、これ焼きそばパン、焼きそばパン色。めっちゃとこのさ電気の感じだとめっちゃ分かりにくいかも。
知らないんだけど、二台でやってるのに会えないなんてめっちゃ大変めっちゃ大変だ。焼きそばパンっていうのとあれ買ったの、フルーツポンチみたいな名前かわいい今日はカラコンをこの前買ったからつけちゃおうと思ってつけてお写真撮りましたサンダイで待って、どうやってやるのサンダイって、なんでそんなに携帯やるのすごい、どうやってすごそう、すごそう、大変そうだ。前使ってた iPhone 使って、あ、こういう携帯使ってるんだ、なるほどね。一台でいいんだよ、みんな。すごい、なんかめちゃくちゃ楽しくて、こう入れたいと思って入れてくださってるんだったらすごいめっちゃ嬉しいんだけど、ユーモツイして違う携帯に入ってるみたいな、それいいんだけど、こうあれだよ、あれだよ、大丈夫だからね結構いると思うんだって。そうなんだ、すごい。私に抱いてもやこちゃんを知らせて嬉しい、ありがとう iPad iPad でこのゲームしたらなんかめっちゃ迫力ありそう本人登場しましたって時のこう来るあれがすごそう。変化痛いだってありがとう、ゆうもみんなに会いたいけども、でもとりあえずお話し会が決まったのでゆうは嬉しいなって思うけど、どんな感じなんだろうね。かわいい、お話し会の日友達泊まりに来てるからうるさいかも、だっていいじゃん、いいじゃないですか、おうちおうちでアイルギョシステムのリアクしましたで、ありがとう、嬉しい。あ、マイカ、マイカって全然ごめん、何の話って感じだよね、めっちゃごめん、言うもん思ったわ。755に今日の写真1枚貼っとくね、違う写真は明日メールで送るね、っていうが漏れたよーっていう写真を、あ、ジョジョめっちゃ面白かったな話飛びすぎてごめん、ごめんっては思ってるんだ。すごいカラコンって感じだからね、多分好き嫌いあります。マイクしたてだから、うわーすごいちょっと待ってねちょっと待ってねとか、
よし、7号庫に貼っつけました。755来ただって。そう、漏れた、太陽とカラコン漏れた、漏れ漏れ。って感じです。カチューシャ、カチューシャは最近ハマって、カチューシャとかターバンとかがめっちゃ可愛いやんと思って、最近集めてます。うふふふ、の風見ました。ブチャラティがめっちゃ良かったけど、ゆいの推しはね、ナランチャだったね。コブの推し、なんかゆいなんて言うんだろう、めっちゃ可愛かった、ナランチャめちゃおバカちゃんだけどおバカちゃんなのに、こう頭が回る人、なんていうの、頭切れるっていうのかな、のがもう最高。なんだろう、こう全体的にやっぱさ、こうあれが、ゴブはみんななんていうんだっけ、こう悪い人大事な話だったから、やっぱこうサイコっぽい人が多くてナランちゃん好きそうだね、そう好きだった、なんかね、すごい よかったというか、こうなんやねんこの人っていう人があんまりいなくてそう、こう見ててこう展開が進むの遅いなっていうのもなく、めちゃくちゃ面白かった。超面白かった、めっちゃ面白かったわ、見てよかった、見てよかった作品でした。ゴブはね、ナランチャが一番好きかも。誰推しですか、だってむずいめちゃむずい、めちゃむずいけど、めちゃむずい、なんだろう どの部もよかったんだよめちゃくちゃ。ロハンか教員か、むずい。なんか話の雰囲気的には多分ゴブが一番好きだったかも。どのキャラクターとかもすごい、ゴブはこう不思議な人というか、めっちゃ強い人多くて、見てて、もう早々であと1分で45秒になる、45分。そうでもね、ゴブがなんか雰囲気とかすごい好きだった。
けど、3部もめっちゃ好き。リトナムも好きなんだけど、むずいね。めっちゃ面白かった。どの部もね、面白かった。どれが好きかな。そう、45分45秒。全部好きでいいんやで、だって。そう、全部好きだった。どの部もめっちゃ面白かった。少々だよ、みんな。重かったかな。あ、ね、いなかった、誰もいなかった。私からです、すいません、お願いします。みんないない、うん、いなかった。じゃあね、何秒か忘れてたって。ちょっと待ってね。あ、まずい。忘れてただって。まずい。間違えて40秒ぐらいにはしちゃった。わ、これはダメだ。この方が、はい、おめでとうございます。負けちゃった、残念。急に始まったからびっくりした。だって終わりました。お前だって、はい、ダメだったって、ゲームダメだった。大きい寿司のカードを置いと結構しんどいね。兄ちゃん頑張ってね。で、頑張るよ。頑張るよ、頑張るよ。トゥトゥルトゥトゥ。何見よっかな、次何にしよっかな。あ、今日23歳の誕生日でしたって、おめでとう。誕生日おめでとうございます。どうやったら勝てるかだって。もう大きいカードできるだけ捨てていくしかないよね。エヴァだって、エヴァって何で見れるの？エヴァってさ、何
映画見たことないんだよね。らしいよね。あー、フェイトね、物語シリーズもね、いいよね。いいよねとかって。なんかどれから見たらいいかわからないよね。これいっぱいあるんじゃないか。ニコちゃんハモったのみたいだ。え、もうユーガも一番好きなのは黒羊なんですけど、でも基本何のアニメ見ても面白いと思うかも。あの、あれが好き、なんていうの、どっちかっていうとバトルものの方が好きかも。メメ、窓マギ、あ、窓マギとかも面白かったよね。あ、待って、そっか、 SAO とかリゼロのやつも見てないんだよね。今の、今やってるやつ見てないんですよ、ゆい。一緒苦手な恋愛ものとか、え、無理。途中で見れないんだよね。途中で見れなくなるんですよ、ゆい。SAO 今熱いだって。こやっぱさ、こう、来週とかに待たないとダメじゃないですか。しかもさ、今こう、ジョジョのさ、すごい、なんていうの、あれ見て、こう、一気に、なのべけ見れるかっていうし、ちょっと心配もある。震えるようだって。そういう一気見したいんですよね。でも確かに見るか、ついこの間だしね、前回のアリステーションみたいな、合ってるかな名前。確かにそれを見て今日の朝5時まで耐えるわ。耐えるわ。サソウにも見れるっていう。サソウにも見た漫画でね、本では読んでない。ラノベ系はね、ゆい、こう字だけになると一気に読めなくなっちゃう。何回かこう挑戦したんですけど、ガンダム始めちゃうとか、そういう系見たことないんですよね。こうロボット系。多分面白いんだと思うんだけど、一気見したくなるよねって。そうなんだよね。そうなんですよ。もう来週まで待つの。確かに、コードギアスもロボット、確かにそれは見たわ。長寿のアプリっていうのもあるんだね。いい銀育ててる。英雄もいい銀育てたい。ルロケン、犬やしゃ、ああ、いいんですね、いいですね。コードギアスも面白かったよね、めちゃくちゃ。あ、それも2期やってるってこと？シャーマンキングも見たいんですけど、
ゆいさ、もうかわいい。あー、ほんとだ、向き合ってるんだ。あー、今8番まで進んでるじゃん。そう、かわいい女の子好きなんですけど、アニメとかに出てくるね、好きなんだけど、強い子がいいんだよね。なんていうの、こう主人公とこう好きみたいな関係にあるのはすごくすごくいいんだけど、私を置いていかないでみたいな、そういう展開になった時に、ついでくるのはいいんだけど、あなた弱くて、敵の人質になるみたいな、そういうあれはちょっとダメなんです。そういうヒロインは、ヒロインがちょっと苦手で、そうだから敵の人質に、そうダメなの、だから強いヒロインがいいんですよ。もう戦えないなら、もうちゃんとこう、そういうあれでいてほしい。あ、そうそう、だからレムとかは、エミリアタンよりも言われるのほうが好きなんだけど。なんかめっちゃあれだよね。そう、足引っ張っちゃう系女子がちょっとね、あれなんですよ、ダメなんですよね。なんだろうな、ガンダムはだいたい足引っ張るやつ出てくるで、そうなんだ、そうなのね。まあ確かに、どう、その子がどう物語進めてくれるかっていうので、その子をこう愛せる愛せないって出てくるけど、だいたいこう足引っ張る系女子は言う、ちょっとこういう感じのヒロインなんだねってなっちゃう。あ、それも見た。盾の勇者の成り上がり。合ってるかな、名前。あれとか見てるときに一緒に見た。なんだっけ、ノゲドラ？お疲れ様でーす。ゆいのもう一番最強に燃えたそのヒロイン像が黒執事だから、なんかもう強い女の子がいるかも。リジがめっちゃ強かったから。お、ドボン一回会いましたね。だっていいですね。ありがとうございます。だから、こう、ヒロインが強い子が出てくると、結構、嬉しいかも。そう、7体とかも見たいんだったな。7かなみたいにあるの。何話あるんでしょうか。そうすると朝5時までこう見れるよねっていう。あるかな。ね、待って、結構ある？
結構あるんじゃない？待って待って、まずい、長いんだ、なんか何気ま…待って待って、これどうやって見るんだ、長いんだ、格子で収まらない、そうそうだ、これはなんかつくるぐらいで終わると思ってた違うんだ、なるほど、アニメ順番、なるほどね、オッケー、まずこの七つの大罪、ああでもこの七つの大罪っていうアニメ一期と思われるのはツークールで見えるんだね、見れるんだね、これ何、何見たことありますか皆さん、何系のアニメですかナルトは、ナルトはナルトとあれはスラムダンクはもうお家に漫画があるからてってずっと見てないんだけど、そうなんですよ、バトルもの「スラムダンク好きだって読んでないんですよね、読みなってきっと言われると思うんです、皆さん絶対にそれは今すぐそれを読みなさいって言うと思うんですけど、なんだかんだお家にあると読まさないんですよね、あ主人公めちゃくちゃ強い系だって、ジャンプ寄りのマガジン漫画だって、ジャンプ大好き、ジャンプ大好き、スラムダンク見てないですよね、主人公夫人見だってスラムダンクね、見ないとダメだよねって今逃したら見れないよ、でもうもう見れないよもう見れない、やだ、ゆいのこと褒めてくれてる人がいる、女子力高くて可愛さと美しさ両方持ってますよね、だってそれは本音で言ってくれてたら嬉しいけど、ちょっとそうじゃないって思ったら恥ずかしいからあんまり喜ばないでよスラムダンクよ、もうだって、うん、多分もう絶対面白いよね、7体か、でもなんか作るって思ったらめちゃすぐじゃん、獅子桜めっちゃ好き、漫画版もねファンの方からいただいてあちらの方に置いてるんですけど、獅子桜とセラムンがもうユイのあれ、うん、昔それ見てめっちゃ持ってきた人あれもすごい好きだった、双子姫、ごめんなさい心の本音です、だってやったじゃん警察に喜んじゃうイエーイさくらはさ結構さ重いんだよね話が重いんだよね、そういいよね、リゼロはだってリゼロ好きだよ、リゼロは今2期やってますよね、
なんちゃんとワンピース語り合おう。いやでも今からはやばいってやばいって絶対、今はアニメ見ないのだってめっちゃ見てる。いや最近全然見れてなくて、ようやく昨日今日見てたんですけど、ようやくジョジョが5部まで終わりました。めっちゃ面白くて、6部はもう漫画しかないみたいなので、6部漫画で見るかという感じです。そのうちそうだけどね。でね、きっとするんだろうけど、前回その5部が2018年とかの作品みたいで、それじゃああと何年か出ないって思った方がいいのかなっていう気持ち。5部めっちゃ面白かった。なんか多分ちょこちょこその前の話の続きとかの人が出てくるから、なんか誰だろうこの人とか、なんだろうこれっていうのあるかもしれないけど、多分それだけ見ても面白いと思う。面白かった。そうちょいちょい、そうなんか3部とかでもこうみんな3部とかから見でもいいけど、こう一部から見た方がみたいなことをこうみんな書いてて、じゃあ一部から見るかと思って一部から見たんだけど、一部めっちゃ短かった。なんか確か8話ぐらいで終わった。違ったかな、10話なかったと思う。と思って、でもそう2部からこう一部の2人の話があって、で2部あって、で3部こう見れて、あ一部から見てよかったなってはねすごい思った。めちゃ面白かった。ボルナレフ出た時におーおーってなった、なんてこったと思って。そうでもね、もうあの戦いは何度こう時間止める能力開花してって思ったことか何度思ったことか。でもなんかそういう話じゃなかった、もう違うことで上手にまとまって、そうだな、面白かった。欲しいスタンドあるだね欲しいスタンドか、なんだろうな特にうーん何がいいかな。え？あります？なんかすごいあれだけ実用性あるの。そうでもすごい面白かったん。めっちゃおすすめ。あ、料理作る人なんだ。確かにめっちゃ美味しい。ね、あのシェフのスタンド欲しいね。
空間切り取りしたいっていいですね。面白かったな。めっちゃかっこよかったな。なるほど、かわいそうだってさ、もうさ、ゆいもう見れねえ、ああもうフラグだったって思いながら見てた。帰ったら学校行くよみたいな、風吾になんとかかんとかねみたいな、なんかピザがなんとかねみたいな話して、ああこれあかんあかんかんあかんって思って、これあかんと思って、あ、おしめやめて、おしめやめてって思ってたけど、ちょっとダメだったダメだった。ランチャのもうあの海を泳いで船にこう向かってくるシーンで、あ、もう私はこの人が好きだって思った。この人が、あ、この子推しだって思った。でもあそこはきっと熱いなって思った人多いだろうなっていう。ね、ナランチャかわいい。あのすごいおバカなんだけど、もうちゃんと強いから大好き。いいですね。そうだったね。面白かったです。進めてくれてありがとう、みんな。ちょっと見るのに時間はかかったけども、見てよかった作品でした。そうだね、そんな感じかしら。今来ました。だってどうも、他の6部どんな感じかしてるってめっちゃ知らないから話してたんだね。ゆう多分漫画で見るから、そのうちちゃんと買って。あ2時間もやってるんだ、やばいね。1時間ゲームしてるからあまりなんか時間経った感覚がないんだ。面白かった。ジョジョね、ゲームしてたからあまり時間経ったのいかなかった。ハート回復したらだって。ハート回復できるかね、みんな。最近の漫画やアニメはあんまり見てないかな。ゆいもね、あんまり見てない。でもその SO とかリゼロとかは1部見たから2部も見ると思います。 A の消防隊はね、ゆい1部ってかあのアニメで見たんですけど、めっちゃ面白くて漫画買ったから、漫画で読んでます。5時まで未来に決めないとだって。そうだね。
調子がいちいちポーズがかっこいいね。でも最初の頃はそれがめっちゃやばくてやばくて、なんかドーンみたいに文字書いてるのもなんか最初はあまりなんかと思って見てたんだけど、なんかもう3部2部の後半あたりからもうそれがすんなり受け入れられてすんなり受け入れられて、もう何も感じない、ただただもう美しいという感情しかなくなってしまった。ね、7体ってすごい。だってさ、なんかいろんなコラボとするぐらい人気じゃないですか。昔一時期もめちゃ7体7体みたいな、多分まあすごい面白いんだろうなと思いながら見れてなかったので、それか SO トリゼロの2期を今ここで何話分か見るか、そうめちゃってなった。ダンス中のジョジョたち待ってますだってポーズでね、あれ人間できんのかなみたいなポーズない？大丈夫？もうなんかでもさ、ジョルノ・ジョバーナのすごいこの価格じゃ見えないんだけど、こういやよく見たことあったんですよ、このこういうポーズ自体は。でそのアニメで見た時はちょっとそれはね、こう見たことあるっていうのもあったけど、こうポーズで胸のハートのところに手をかけるっていうポーズをこうさらっと出してきた時はちょっとすごい笑っちゃったね。4時過ぎまで起きてると思ったら、8話分くらいか、もうちょっと見れるね、10話くらい見れるか。アニメ来年1月再開です。あ、次の部が始まるってこと？いやでもこれ以上増えてもらったらゆいちゃん困っちゃうんですけど、寝落ちはしないので。いやたまにするんだけど、5時だったら食べ寝落ちしないと思う。倍速ならもっと見れちゃうだってまあね、じゃあ確かにもうちょっと見れるね。ですかね。はい。ゆいは明日の朝5時にメイクを完了してきっとここにいると思います。きっとここにいると思うので、わあ怖い怖い、ぜひみんなも来てください。でもめっちゃむくんでるもん、絶対わかる。初めてドボしてくれましたってそんなに一気にやったらこうもう後半になって苦しくなるからみんなゆっくりゆっくりやろう。
リボンのマスクするって、あそれでもいいかもね。確かに。怖っ。まあ多分大丈夫だと思うんですけど。あ、そうなんだ。夜中のドボン強い人がいめて、みんなもう起きれるかドキドキ。起きてね、みんな。家も起きるから。こっちから配信する。そうそうそう。でも別にそんな朝から2時間3時間とかやるわけじゃないよ。ゆいが本当にこの朝、このさっきこの9時とか10時とかからやって、あまりみんなに会えなかったから、朝5時だとどのくらい会えるのかっていうあれだからね。あんまりそんな何時間もだよっていう配信じゃないから。半腰になったら何ですかね。うん、違うよ。そういうなんかイベントのあれみたいな感じじゃない。フリじゃない。寝落ちしそうだって。するかな、するかな。多分ね、大丈夫だと思うんだけど。こんな感じでやりたいと思います。24時間耐久配信じゃないのだって。みんなそしたら絶対閉じちゃダメだよ、ショールーム。絶対閉じちゃダメだよ。家もずっとここにいるから絶対閉じちゃダメだよ。5時間半後、そう。あの、でも、あの、これはやるからみんな絶対来てねとかっていう配信じゃなくて、全然。そういう、なんか、もう絶対、星投げに来てくださいみたいな、全然そういう配信じゃなくて、ただただ、あの、なんていうの。ただ、そのゲーム、こう、あれできるかなーっていう、会えるかなーっていう配信だから、あの別にこう起きれたら来てみたいな、そのぐらいでいい。だから星とかいいなんてやめてー。そうだから、なんかそういう、そういうあれだから、そうゲームで会えるかなっていう配信だから、そう日曜日しか休みないですみたいな人も全然いるだろうから、あのそういう絶対来てください配信じゃないので、めちゃくちゃ。そんな感じです。ほら日曜日しか休みないですので、これから5時間半後ちょっとめちゃきつすぎるので、あちゃんと寝てください。拡散希望ですか、だって違う、別に何のあれもない。やめてー。朝とかこう人少なそうな時間にやったらどれだけ会えるかなっていうやつなので、あと5時間半でラスト1回やっとく、だってやっとくか、やりますか、やりましょう、やりましょう、やりましょう、最後ね。
あいしょ。今のもうゆいの携帯の時間なんて信じないからごめんねみんな。ずっと謝んの。26分、27分27秒ね。27分27秒でこうします。同じ分と秒数で27分27秒。はい、ハートないのでみんな頑張って。よし、会えるかな、会えるかな、会えるかな。よし、あと20秒。よいしょ。ありがとう、すごいじゃん。ねえ、ゆいのこと勝たせね。すごい、全員ゆい推しなんですけど、嬉しい。今日初めて全員ゆい推しだ。みんなすごいじゃん。すごいじゃん。出してって言ってゆいがあれできるようにあれするシステム。そう、3人あれ中のだって3人ゆいのことあれにしてる、推し設定にしてる。あ、え、すごいすごいすごい、こんなことあるんだね。やっぱこうあまり人いないよって言ったらあれだけど、時間的に当たりやすい時間みたいなのあるんやろか。わ、やばい、え、すごい、あー、なんかさっぱりした。さっぱりしたってあれだけど、通信エラーになった。だって、あれなのかな、なんて言うんだろう、人多いのかな、雪に入った人が。ゆい今持ってる手札一番多いわ。ラスト1回やってよかったね。だって、え、よかった、なんかさ本当にあれだよっていう、会えるよっていう。あ、家最後カラーダスの選択間違っちゃった。すごいじゃん、よかった、会えた。ちょっとねえ、4分の4ってすごいよね。お、仰天、明日5時にもこれができたらいいなと思ってます。ああいう推しに会えましただって。
でもこれやってる人のほとんどはきっという推しの方と会うはず。よかった、嬉しい。よかったよかった。んで、じゃあ明日の朝にもこれをやりたいと思います。明日は会いましょう、だってぜひぜひ会いましょう。どうにかしてこう言い押しだよみたいな、言い押しじゃなくてもいいんだけど、言いたかった時にそれないと、あのあれだなって、言い押しじゃないのかなってなっちゃうからね。ワクワク、明日5時なのでぜひこう、あ、行ってみようかな、やってみようかなって人はぜひ来てみてください。はい、ありがとうございました。そんな感じで今日は終わりたいと思います。変えないで、会えない悲しみさだって、あ、会えるでしょうそのうち。はい、また明日ぜひ起きれたら皆さん来てください。ありがとうございました。じゃあランキングをやりたいと思います。ゆいちゃん優しいから。じゃあ今日は何から読もうかな、何から読もうかな。じゃあ16位から読もうかな。16位から読みたいと思います。はい、16位はミッチーなお、ミッチーなおさんです、ありがとうございます。15位は大粒ちゃん、ありがとうございます。14位はフォーコ、ヨコちゃんはヨコちゃんは対戦に来ます。ハットマーク香港チーム投資、明日頑張ります、こっちに置きます。13位はジャス、ありがとうございます。12位はケイタ、ありがとうございます。11位は無敵、なんて言うんですか。無敵さん。ありがとうございます。ちょっと待ってね、ちょっと進むから、あとでなんかあれだったらちょっと教えてください。10位はなん、提督、無敵提督さんです、すいません、ありがとうございます、ありがとう。10位はジーンZIIIXXX さんです、ありがとうございます。9位はイノアットマーク、黙ってるアイドルに勝ちました、負けました。ありがとう。8位はホッシー、熊本人、ヨコちゃんに出会えて最高にハッピーな人生、ありがとうございます。はい、ありがとう。7位は SU さん、 SU さんありがとうございます。6位はジリッキュアットマーク、早起きしますわ。一緒に早起き頑張りましょう、日曜日なのに。はい、それでは5位、ほんちゃん、おーしゅーファンに、ありがとう、ありがとうございます。3位はとも、アットマーク、よこちゃん推し、ありがとう。2位は、あ、今飛ばした、読んでないよね、買ったわけじゃないね、ごめんね。4位は古川、アットマーク、よこなる推し、お、ゆいちゃんの生写真予約したよ、大好きだって、ありがとう、ありがとうございます。お、変わりました、変わりました。一旦上まで読んで、読んでないなって方を読みたいと思います。大丈夫、多分大丈夫。古川さんが5位になって、4位がとも、アットマーク、よこちゃん推し、ありがとうございます。3位がケイタさん、ありがとうございます。さっき読めましたかな。2位がカキ
き焼き鳥連合オレンジ化横山ゆい一押しハッシュタグ AKB48 ダバン中ありがとうございます。朝も一緒にぜひ。どうですか1位は佐世保のてっちゃんありがとうございます。わーい。と16位を読みます。16位ヨンデブアットマーク韓国の横ゆい推しありがとうございます。ありがとう。いいかな、いいかな。大丈夫かしゃ。読んだと思います。多分読んだと思います。読んだと思います。大丈夫かしら。はい、あ、ありがとう。ありがとう。こちらこそありがとうございます。いつか対戦できますようにだって。やりましょう。対戦しましょう。もちろん。よし、ありがとうございました。朝5時にもし皆さんが起きれたらばぜひやりましょう。たまん、いきましょう。私ありがとうだって。いや、こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。皆さんありがとうございました。はい、また後で。はい、ありがとうございました。何のアニメ見たかは報告します。ありがとう。おやすみなさい。バイバーイ。